ちは。1月7日3時30分ですね。こんにちは、山本浩二郎です。今日も、ね、引き続き、ダイハツムーブ L175 の、修理というかね、メンテナンスをしていきたいと思います。ようやくです。明日がね、マイナス1度とか高松香川県とかも冷えるらしいんで、まあ、直接車その時乗ってないんで関係ないんですけど、まあ、一応ぬくい暖房が出る車としてね、極寒機を前に準備しておきたいなと思うので、ちょうどね、思ったより早く部品も届いたんで、早速ムーブを持ってきてね、作業行きたいと思います。ヘッドライトもね、変わって、ヘッドライト変わってないか、ハロゲン変わってヘッドライトもね、磨いて、まあまあね、まあまあ小綺麗になったムーブじゃん。マジックで塗ってたりするんで、綺麗さはね置いといて、で、これですね、SBR04 って書いてますね。真心を届けるカード、高松市。車の修理、整備するよ。こっち側来てください。カメラあります。高松南郵便局、山本さんが届けてくれました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、配達員の山本さん。おっと、取られてる。うん。出して。で、道具はね、カッターと、バーナーを。いきますね。すぐ開けていきましょう。整備なの？うん、車の整備するよ。車も壊れたの？そう、壊れてるからね。回していきます。はい、出た。ブロワーモーターですね。お、一体化してるのかな？うん。ブロワーモーター、送風機です。送風機？うん。扇風機はね、じゃん。こんな感じにコンプを倒せます。軽く座ってみてください。うん、これね、純正品じゃなくて社外の、リビルト品になるんですよね。リビルト品？うん、いや、リビルトじゃないのか、社外の新品ですね。社外製の新品になります。これなんかワッシャーみたいなの、ここ引っかかってるけど大丈夫なのかな。ワッシャーの裏地のふわふわ、これ何？ちょっと一応取っとこう。じゃあ、うん、くるくる回るやつね。これこれ何なんだろう、なんかこっついてる。これ大丈夫なの？大丈夫なの？やめ、これでもね、大丈夫じゃないよね。ここくっついてると良くないはずなんで、なんか引っかき傷ちょっとありますね。うん、白い引っかいたとこあるの、ここ。これ何なんだろう、ちょっと怖いな。ちょっと取っとこうね。うん、これ外して、あ、そっか、ネジもないんだ。ネジも、うん、ネジ今日用意してないな。用意、うん、これ取れないぞ。取れない、うん、取れないぞ。ちょっと工具持ってきて取ろうか。他の部分も見ていきましょう。うん、こんな感じですね。ありがとう。カプラーの端子があって、ちょっとこれ純正とは向きが違うんですけど、こっちの方がね、差し込みやすい形状にはなってるのかなと思います。うん、こんな感じ。イオンとかも取って。じゃあこれで、実際ね、よいしょ。これ取りたいな。これを取りましょう。これをね、取らないで、これ取ろう。
取れるかな。これ絶対関係ないものでしょ。あ、てかファンが割れそう。取れないな。取れないな。これ取りたいんだけど、これ多分製造中なんか絶対ミスだと思うんですけど。ちょっと待ってね。はい、ちょっとドライバーで取れなかったんだ。これ。ネジ。ビットですね。ビットで。これほんと、何なんだろう。絶対ここにいちゃいけないやつだと思うんですよね、これ。なんか製造過程中に入っちゃいましたっていう感じがすごいしますね。上にピンチで引っ張ってみましょうか。ちょっと片手じゃやりにくいんでカメラ置きますね。あ、取れました。これ何なんだろう。ちょっとフィンに傷ついちゃいましたね。これこれ何なの。これなんかこの辺についてそうなやつですよね。どっか外れた形跡とかないかな。ここトロックスでしょ。あとは関係ないかもんだけど謎。一応これ、メーカーさんにこんなことありましたって、連絡しようかなと思います。キーパーは傷ついちゃってますもんね。うん。まあ、つける分につけて、もし変交換が必要だったら、まあ、交換品送ってきてくれると思うんで、それで交換しましょうか。うん。まあ、イオンとかはないと思うんですけどね。とりあえずこんなの入ってました。よいしょ。じゃあ、中田のイオン。これをつける前に、なんでこのカッターとバナが必要かというと、このねドアがカパッと90度開くのは嬉しいんですけど、このねライトとここのこの純正のブローモーターがまさかのあの一体型なんですよね。なぜかこれよいしょ、こんな感じで、この辺をね切っていかないといけないみたいなんですけど、これカッターでって言うとね、ホットカッターで切ってくださいよっていう説明があったんですよ。なのでホットカッター持ってないんで、このカッターとバーナーでよいしょホットカッターを作っていきたいと思います。出して生ガス出てくる、こんな感じです。ガス出して最初からビス止めにしてくれてるっていうのはめっちゃ嬉しいんですけどね。もうしょうがないです。ここに抜くんで、ここに抜くんで網色になるぐらいにしてから、ここに、当てて、もう溶かし切っていくっていうか、溶かしながら切っていくって感じですね。こんな感じで溶かしながら切っていきます。チンチンにしてあげて、よいしょ、切っていきましょう。
お、すごいな。ちょっとホットカット欲しくなるぐらい。すごい気持ちよくスーッと入っていってくれますね。あ、ちょっと切り始めてしまえば、ぬくめなくても切れないことはない。ただこんな感じになるんで、ぬくめましょう。やけどと、やけどと切り傷にダブル注意ですね。あ、え、なんかバキバキいってるな。なんだろう、やばい、よいしょ。よいしょ。なんかこの辺り硬いぞ。しっかり溶けてるんだけど、この入りが急に悪くなりました、ね、この辺り。この辺りなんか硬いな。超硬いです。硬い。ここの辺り硬いな。から先ってパカッと取れるのかな。あ、だいぶぐさぐさになってきました。あとちょっと。煙が、煙がすごい。この辺りちょっと硬いな。煙ほとんど切れた。もうこれ以上切るとないよっていうところまで切ったんですけど、ここなんか厚みがあるな。ここに爪があります。ここにこれを割って、あ、割っちゃった。
なんということでしょう。割れちゃいました。なんかちょっと画面大丈夫かな。あ、爪割れちゃったけど取れるかな。ええ、こっちは、これって取れるのかな。え、これも外れるの。こっちはなんか取れそう。カバーが、これ自体がちょっと取れそう。あ、取れました。こいつも取れるんだ。で、あと残りここですね。これはまた使うのかな、ちょっとわかんないんで一応置いてます。ここになんか吸い込み口みたいなのがありますね。で、あと残りここですね。欲しいな。で、あとはここだけですね。あと少し。おっ、やけどにほんと注意ですね。よいしょ、あと少し。これでいけるかな、最後。OK でできた。やった、嬉しい。はい、こんにちは。出てきましたね。ちょっとフロアホンって後から見るとして、中ね、中今こんな感じになってますね。ちょっとね、この端っこかなりギザギザしちゃってるんで、ね、ちょっとヤスリかなんかで平らにしてあげようかなと思います。バリが出てるとあまり良くなさそうなんで、映るかな、こんな感じでいきましょうか。ピント来てますか？お、来てるか。この辺のバリ取っていきます。何で取ろうかな。たまたま、適当なペーパーがあったんで使い古しですけど、これでこすってきて、その前に、大きいバリはカッターで取っていこうかな。
ペーパーでゴシゴシと。ちょっと、なんだったっけ、あれで飛ばしてあげましょうか。エアーで。エアーどうすか、ちょっと飛ばしましょう。汚れてはいるんですけど、回転も、問題なくするんですよね。ということは中が焼き付くんですかね。新品と比べてみましょうか。感じに違います。汚れは汚れですけどね、回転の感じはほぼ一緒です。回転の感じはほぼ一緒なんで、多分中の方がねちょっと良くないんでしょうね。この中のコイルとかがいろいろ入ってるところが多分ダメになっちゃうんだと思います。で、新品ですね。これを取り付けるんですけど、よいしょよいしょ。さっき外したこのカバーが使わなくて良さそうなんで、これを向き合わせて、こうカポッとコーキングとかも特にいらなさそうですね。これで OK なんですけど、このねネジで止めないといけないんですけど、ネジがないんですよね。ちょっと青ネジ探してきます。ちょっとネジ拾ってきたんですけど、これ青かな。多少大きくてもね、もう止めれればいいと思うんですけど、ちょっとでかすぎるかな。あ、まあいけそうだな。ちょっとね、結構無理くりはめるような形になっちゃいそうですけど、これでいってみましょう。ブローモーター取り付けて、ネジを、ちょっとスナップオンっぽい色のドライバーがあったんですけど、ちょっとでかすぎるかな。いや、でも早いかな。 OK、 この感じで入れていきましょう。 OK、 いけそう、いけそう、いけそう、いけそう。家具とかで使ってるやつなんですよね。車用じゃないです。奥止めにくいな、一番奥止めにくいな。
終わった全然止まってませんでしたね。これじゃダメか。ということはもう一度オートバックスとかに行って部品を、このネジだけを、ネジだけ買いに行くのってなんかちょっと負けた気がする。辛いな。こっからだとどこに買いに行くのが近いんだろうな。とりあえずネジ取って、カプラー刺さるかどうかもちょっとテストしておかないとダメですね。これ取って、ネジは失敗に終わりましたとさ。これじゃ入んないな、やっぱり。これ太すぎました。とりあえず、動作確認しましょうか。カプラをね、ここに。純正はね、横からこう刺すタイプだったんで、外しにくかったんですけど、この車外はね、公開の車外は上からブスッと刺すタイプなんで、簡単に刺さるはず。リコールでついてたこの短絡防止カバーがついてると入んないかもしれないです。なんていうことでしょう。やっぱりこれがついてると奥まで入んないですね。これ、じゃあ外さないといけないのかな？これでも外すと、また、短絡するんじゃないかな。大丈夫？でもこれ外さないと、奥まで入んないですね。ん？あ、これ、接着剤で止めてるだけなんだ。しかも接着剤って言っても両面テープです。すごいな。これでどうでしょう。うん、これだと奥までハマりましたね。で、この状態でほんま良くないんですけど、動くかどうかテスト してみましょう。怖いな。ブローが息回ると思うんで。おお、はい、元気に、はい、オフ、元気に回ってくれましたね。はい、それでは降りて、すごい、ジャイロ効果が出るぐらいめちゃくちゃパワフルです。はい、パワフルなんですけど、ネジがないんでね、困ったちゃんですね。ちょっと探していきますね。ジムニーからネジ何個かパクっていきましょう。はい、でですね、ジムニーについてたこのタイプ、内装に使われてるやつですね。3つちょっとパクってきたんで、これでつけていきたいと思います。ついて、インデックス、さあ、これで映ってますでしょうか。よいしょ、映ってますね。じゃあ中入れて、ジムニーからの分けてもらったネジが合うか。まずは一箇所、どう映していいかな。ちょっと照明の位置が
あるんで、ちょっと頭につけましたが、頭につけても、正面の位置が合わないんで、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。まあ、こんな感じかな。これで見えますかね。よいしょ。あ、いいですね。頭につけるライト、いいですね。車も人間もこのヘッドライトっていうの、大事ですね。うん。一つ。奥行けるかな。あれ？あれ？ちょっとずれてるぞ。あれ？この一番奥はね、ちょっと穴の位置が全然違うところにあります。ここにあります。ここに。ここに。2箇所しか止まんないですよ、これだったら。この裏にないとダメなのに。大丈夫かな。ちょっと2箇所なんとかしろってこと。空気がね、漏れなければいいんだと思うんですけど。よいしょ。ちょっとやっぱこの製造の年式によってちょっとずつ違うっていうのがやっぱり、まあ、国産車でもそういうのがあるんでね、なかなか車の難しいところではありますよね。まあ2箇所でしっかり止めても浮きはほとんどないのでいけそうですけど、ちょっとやっぱ気になる。もう少しちょっと大きめのドライバーで締めましょうか。2箇所をギッチギチに締めてあげれば、ちょっとでもやっぱ浮いてますよね、これ。ねえ。ピタッとくっつけないと。いけないと思うんだけど、シールテープ巻く？ここに、それかここに一本打ち込んで、それで保持させましょうか。こういう形で、ここにガツンと一発ビス入れて、ちょっと荒技チックに、ここにね、一箇所、ビス止めて、止めました。うん、これで、よいしょ。揺らぎなく、いけてますね。ここと、ここと、ここ。本当はね、この一番奥、ここに、ビス穴がいるんですけど、車体側のね、穴ほら見えたでしょ。ちょっとずれてるんですよね。これ。なんということでしょうか。ということで、止めたのは、ここと、ここと、ここ。無理くり支えになるように、落ちてこないように、よいしょ。止めました。穴を無理やり開けてって感じですね。よいしょ。で、これで配線つけてって、よいしょ、よいしょ、始動してみましょうか。この短絡防止の大丈夫なのかなとって、まあでもあるとつけれないからもうしょうがないですよね。これちょっと一回エンジンつけてみましょうか。
つけます。今オンにしてます。あれ動いてますか。いや動いてないですね。あれ？ブロは回ってないですね。さっき回ったのに今オフでつけて、でブロはオン。風出ないですね。なんでだろう。ちょっと待って、なんか引っかかってる。ブロワーモーターが悪いんじゃなくて、なんか引っかかってんのかな、中に入って。え？さっき回りましたよね、だって普通にこの状態で。さっき回りましたよね。出ないんですよ。最大風量にしても出ない。今ブロは回ってないですよね。なんで。別にあれ、なんか熱持ってきてる。え、何が起こってるの。これ外したのがいけなかったの。でも外せないとつけれないもんね。はい、つけました。起動させました。動きますね。ちょっと怖いんで一度外しましょう。何、どういうこと。え、 Why？ これネジ締めすぎたら動かないとかいうパターン。どっか干渉してってこと。いやいや、そんなことさすがにあるの。え、どうしてはめた途端に回らなくなるの。これ緩めた状態で回してみましょうか。ちょっと待って待って待って、配線つけてないか動かないですよ。今ちょっと緩めた状態です。で動かします。音は出ますけど出ないですね。よし、一度もう一回取りましょうか。え、なんで。どっかに干渉してるのかな。一回外して、外して、いい感じにこいつが聞いてくれてますね。いい仕事してますね。なんで？なんか当たってる？どっか当たってるのかな？え？ちょっとだけなんか焦げ臭いし。え？ちょっともう一回外した状態で回してみましょうか。なんかめっちゃ焦げ臭い。外した状態でオンにするとどうなのか。やってみましょう。熱い。で、オン。回りますよね。ということは、さっきの純正ももしかしたら動くの？なんかそう。
そんな感じしてきたな。もしかしてこれ純正の壊れたと思ってたやつ、もしかしてこれで動くんじゃない？やめてよそれ、つけて、やめてよこれで動く。いやもうこっちはもう無理ですね。こっちはもうブラシが多分すり減ってるんでしょうね。うわ、上に向けるとアウトで、これはブラシですね。ブラシのすり減ってるのでこういう風に不規則な動き方するんだと思います。で、なんでこっち入れたら動かなかったんだろう。高さがちょっと違うの？え？いやいやいや、ちょっと待ってよ。この吹き出しがある位置と同じ位置にしてここだからこう、あら、ちょっとなんかこっちの方が高い？もしかしてどっか当たってるの？ここの高さ一緒だもんな。もう一回、上向きだとそれか、回んないやつ？いやいや、そんなことないでしょ。もう一回やってみましょうか。まあね、古いやつは壊れてたっていうのが証明できたんです。つけて、上向き。向き関係なく、はい、しっかり回ってくれます。ということは、取り付けに問題があったってことですね。ということは、どっかに干渉してるのかな、やっぱり。多分そんな感じがしますね。うっそ、当たってる？それかそこに何かある？何もないよ。この奥別に何にも変哲ないですけどね。ちょっと困りましたね。あれ？どうしてですか？どうしてですか？ちょっとね、待ってくださいよ。困りましたよ。なんでだ？結構細かくて、変な再生にあるところはやりづらいですね。ここの直径が違うとか？毛は全く一緒です。全く一緒ですね。もう一回入れてみましょうか。どっか入れ込みすぎ、差し込みすぎたらダメなの？軽くのちょっとネジ止めをさっきギチギチまでしてたんで、あまりこう押し込みすぎないように止めましょうか。次はそんな感じで大丈夫？軽く止めていきましょう。軽止めでいきます。ここはちょっと怖いんで、ここもでもやっぱこうやってしっかりはまんないとダメだから、ここも一応ネジ止めて、で、このガタガタが良くないと思うんで、もう少し、これぐらいで回してみましょう、ここ。結構ね、そっと止めたって感じですね。ちょっとまだ動くぐらい。これぐらいでいってみましょうか。で、カップラつけて、よいしょ、エンジンオンにします。
で、回します。完全に当たってますね。あー、ちょっと角度ですね。やっぱりここのネジ穴がないことでちょっと角度が悪くて当たってるみたいですね。どうしろっていうの。ちょっと待って待って、ですよね。めちゃくちゃどっか当たってる音するもんな。カサ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 。なんで？ちょっと外してどこが当たってるのか見ましょうか。が止まんないです。ポン付けで、まあ、そもそもね、そもそも論が多く浮上してるんですけど、どこ当たってんだろう。あ、ここが当たってますね。やっぱ上っ面が。ここカット。横は当たってなさそう。あ、このね、内側が擦れてるみたいですね。あそこか。なるほどね。あれ、切る？奥のも切っちゃう？でも外側も当たってるような気がするな。というか、ここをカットしよっか。まあ、ここなくても問題はなさそうなんだけど、ここね。ちょっとか、一度、やってみましょうか。ほい。当たってるね。もうね。奥に差し込んだらアウトですね。風量は十分あるみたいですけど、奥に当たるとまではめれないの。風が出ない。あ、風は、あ、出てるな、出てるな。だけど奥まで入れるとファンが当たっちゃってる。どうしようかな、これ。ということは、めっちゃゆる止めしないといけないの。どうしましょうか、これ。ここが当たってるもんな。見えるかな、この黒いところ。黒くなってる部分が擦れてるんですよね。で、しかも押し込みすぎるともうこの部分が当たっちゃってるんですよね。この部分、これ削るかちょっと浮かせるかしないといけないんですけど、どうしよう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 か。削るの、削る？こうでしょ？でもビチビチに入れないと問題ありだもんな。これぐらいで台座を一緒の位置にすると、これぐらいだからかなりね、モーターでかいな。
一緒な位置まで固定するとなるとこれぐらいの高さに差があるんで、大モーターでかいんだな。ということはちょっとね、このファンの形状をここ切ろうか、この一周。そんなにするの。でも入んないって意味ないしな、固定できなくても意味ないから、やりましょう。どうなるかわかんないですけど、これで失敗したら嫌だね。あ、やっちゃった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 。おー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 、めっちゃ溶け、それ溶けるよね、溶かしてんだから。あ、なんかちょっとやってしまった感がやってしまった感が半端ない。やばい、ちょっとほんまにやばいかも。ちょっと本当にやばいぞ。どうしようかな。いやでもここまで行ったらついこの間指切ったばっかりなんで切れないな、これ。どうしよう、やっちゃったな。うわ、やっちゃったこれ。どうしようかな。どうしよう。でも当たるもんな。やばい、どうしよう。ここあんま削りすぎるとこのフィンが取れちゃうもん。やばいやばいやばい、どうしようかな。あんまりまた怪我するの嫌だもんな。あ、ちょっとここ先に取っときますね。マジでここだけ削るっていうのをちょっと、あ、いけそういけそういけそう。ちょっとこんな感じで削っていきましょうか。なんか取れそうだな。なんかやっちゃいけないことやってるような気がするな。買ってきたばっかりのやつなんですけどね、ちょっと最初から不安定もあったんですけどね、なんか変な金属ワッシャーみたいなのがついてたんで、もしかしたらこれ、返品した方が良かったかもしれないものを、まさかのカッターで削ってます。なんていうことをしてるんでしょうか。自分の行動を、行き当たりばったりの行動を恨みたいです。削っちゃってます、削っちゃってます。いや、やばいな。大丈夫かなこれ。まあなんとかなるでしょう。まあね、8000円の勉強代だと高いな。失敗したらね、いや失敗は許されないんで、なんとか成功というかね、あの風が出るようにはしたいですね。で、あの防ぎたいのはこの力入れすぎてブロワのフィンがポキッと折れないことを願います。大丈夫ですか皆さん。いやちょっと大丈夫かなこれ。失敗したらあのコメントで励ましてください。立ち直れなくなり、1週間ぐらい立ち直れなくなりそうなんで。
新品の商品をこうやってこうカッターで削りまくるってちょっと今日正気の沙汰じゃないですよね。素直に返品しておけばよかったのにっていうふうにだけはなりたくないな。ちょっとまだ当たってるところまで削れてないもんな。しかもガタガタだし、もう少し削ります。作業なんですけど、本当にこれでいいのかどうか謎です。何に向かって突き進んでいるのかもちょっと今よく分かってませんが、とりあえず当たってただろうなっていうところまで削っていこうかなと思っている所存であります。9000円もしたんですよ。9000円もしたものを当日にこんなゴリ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 削るって、ちょっと本当にバカなんじゃないかなと自分でも本当に思います。何やってんだろうなって。とりあえずこれでもう一度やってみましょうか。なんか剥がりやすくなったような、あ、なんかピタッとくっつきますね。ピタッとこれいけた、え、もしかして成功ですか。でも削り幅がちょっとおかしかったんで、もしかしたらブレるかも、回転が不安定になるかも。その可能性は十分にありますよ。さっきよりピチッと止まるようになった。でも こっちの向きが気になりますよね。こんな感じでちょっと押し立ってなかったですね。さあこれでエンジンというか、よいしょ、電源オンにしてみましょう。いただきます。3、2、1、頼む。あ、ダメですね、動いてない。まだ干渉してるんだ、マジで。ここ干渉してるんですよね、動かないってことは。少し緩めて、どれぐらい干渉してるんだろう。違うよ、干渉とかじゃなくて、干渉とかじゃなくて、カプラーつけてませんでしたね、ごめんなさい。
カプラーつけてませんでした。で、これちょ、こっち側ちょっと長すぎたんで。短いのか。ん？長さ一緒か。長さ変わんないか。カプラーつけてないとね、当然。うんともすんとも言わないですよね。つけて。じゃあこれで321いきましょうか。321。あ、また、ごめんなさい、また忘れてた。カプラーね、はい、カプラーつけて、はい、スイッチいきます。321。あはー、めっちゃ当たってる盛大にゴリゴリ言ってますね。次はどこが当たってるんだろう。ちょっと楽しくなってきましたね。次どこが当たってるの。よいしょ。やっぱりまだ当たってますね。この一番上の部分が接触してるみたいです。この辺りとかね。さあ引き続きじゃあ削っていってみましょうか。ブロワー削り職人に。できると思ってたんですけど、あの既存のね、既存のブラを切り出すのが最も大変なのかなと思ってたんですけど、まさかさらなるハードルが潜んでました。しかも本体加工というね。で、強度もこれ多分落ちるんだろうな。これしかもどこまで削っていいかって謎の状態で僕やってますからね。本当に見切り発車もいいところですよ。これ加工せずにもしかしたら返品対応、返品交換対応したって言ってってくれたかもしれないのにな。ねえ、なんで問い合わせしなかったんでしょうかと今更になってこう悔やみ始めるというありますよね、皆さん。よいしょ。怪我にだけ気をつけてやっていきましょう。最初ミスったなっていうところまで来ました。最初ミスってしまったなっていうところまで来ました。ついに一番最初行き過ぎたなと思ってたんですけど、結構いい位置まで来ましたね、はい。自分の皮を削いじゃいそうですね。
削れましたよ。どうでしょうか、高さ。あ、かなり近しくなってきたんじゃないでしょうか。あ、これでいってみましょう。よいしょ。さあ、頼みますよ。もう、神頼みチックになってきましたね、ここまで来ると。はい。ちょっと軽くハイになってきますね。少し疲れが見え始めてきましたか。結構回してんな。30分。あ、なんかさっきよりもかなりさらにフィット感が良くなった気がします。これで行ってみましょう。エンジン。はい、カプラー刺して。はい、スイッチつけます。3、2、1。あ、ちょい当たり。やっぱりこっちが斜めになってるのよ。当たってるんですよね。ちょっと緩めて、あ、いい感じかも。これでちょっと行ってみましょうか。で、ここに固定具止めて、あれ下がりのね、で。音がしなくなる寸前ぐらいまで行きましょうか。ちょっとやっぱ角度があるのかな。当たってる当たってる。まだここから2、3センチも。削らない、2、3ミリ削らないってなると、ちょっとこれ以上はもう削れそうにないんで。そうにないんで、当たってるならちょっとだけ外して、これ外してみたいんですけど、どうやって外れるんでしょうか。まあいいか、つけといてパッキン挟もうかな。出るだけだから。ちょっと逆に当てて刺してみる。
あ、ほらほらほら、馴染んできた馴染んできた。あ、いいんじゃないでしょうか。馴染んできましたよ無理やり押し込んで馴染ましてます。あ、馴染んだんじゃないでしょうか。うん、ほとんど音がしなくなってきました。なんで音が出なくなったのか見てみましょう。多分干渉してる部分が擦れ合って溶けたんだと思うんですけど、めっちゃ適当なことしてますね今。いや、これは挑戦ですね。チャレンジャーと、チャレンジャーですね。チャレンジです。おーのところで、よいしょ、つまずきますね。あー、なるほどね。はい、いい感じに削れてます。干渉してた部分がで、ちょっと溶けて平らになったっていう感じですね。で、中はどうなってんだろう。あー、やっぱね、あそこ奥に当たってるんだ。 あいつをカットしてあげればいいのかなと思うんですけど、それよりも風量がねめちゃくちゃ弱いんで、何動いたらいいやな、風が弱いんで、でこっからブロワーで風吹き込んでみましょうか。めちゃくちゃ吹けるんだ。で、僕ね、いいこと思いついたんですよね。いいことというか、危険なことなんですけど、せっかく回転するんで、よいしょ、もう少しね、平らにしてあげようと思います。やっぱ回転物はね、しっかり均等にしてあげないとブレたりすると思うんでね。取れてますかね、はい、これヤスリでね、このブルブルしてるのを整えていこうと思います。どっちだ、どっちに回ってるの。こうか、
ぱ。ペーパー当てます。ですね、かなり平らになってきました。ちょっとバリがね気になるところですが、バリはカッターのね背中ですると取れるんで、ちょっとバリ残ってますけど、これでもう一度入れましょう。さあ、これで完璧になるはずでございます。よいしょ。じゃあちょっと回してみましょうか。あれ、あ、そう、カップラー、カップラーを刺してないです。カップラー刺して、はい、お願いします。 OK、 いいですね、いい感じ、いい感じ。ただ風量がね、ちょっとやっぱり弱い。なんでこんなに弱いんだろう。風、足元からは強いんですけどね、上からの風がちょっと弱いような気がするんですけど、まあそんなもんですかね。足元からはかなり強く吹き出しですけど、まあそういうものなのかな。ちょっとまあこれで続けていきたいと思います。なんとかできました。なんとかできて、じゃあここから、はい、組み付けていきましょう。よいしょ。どうやって組み付けてたっけって忘れますね。これも
部多分爪で止まってたと思うんですよね。これも奥にちょっと上に逃げ、ここに入ってたのかな。で、CPU っていうのか、コンピューターっていうのが押し奥に入れて、で、上の爪に、カメラと、ガッツル。あ、もう、楽勝でいけました。で、これで完璧ですね。カメラさん、オッケー、一気にこれで組み付け完了しました。うん、じゃあもう一回つけてみましょうか。エンジンつけて、で、オン。ああ、バッチリ、よかった。AC も、コンプレッサーが動きますね。で、温度を最大にして、ぬくい風出てる、ぬくい風出てる。で、モード、足元、十分出てます。で、変な音もしてません。OK です。で、まあ、今日使った道具この辺でした。いやー、ちょっとね、また今回買ったもの SBR04 概要欄に貼っときますんで、もうこういった加工が必要なものもあるよっていう参考になれば幸いです。まあ、いろいろありましたけど、とりあえず目標はエアコン風を吹き出すっていう目標は達成できたんで、なんとか良かったです。いや、長い間ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。今回はムーブ L175 の、ブロワーモーターの効果でした。